きくん、何にでも醤油かけるのやめなさいってば。起こしてくれたっていいじゃないよ。また冷たいんだから。ごめん吉野さん、目覚ましならないんだもん。泣けたよ。私止めた、自業自得。まずい、もう10分過ぎてる。バタバタしない。うるさいな。もうねえ、私のリップ見なかった？知らない。座りなさい。もうんですかね。ちょっとそのブラウス、私が買ってきたやつじゃないよ。え、そうだったっけ。やめてよ、ね、脱ぎなさいよ。そうだった、開けついたって書いて。ダメ、私だってまだ着てないんだから。お姉ちゃんこの前私のブーツ履いてたじゃないよ。いつの話よ。もう似合わないってそれあんたには。え、ババ臭かった。ちょっと勝手に着といてババ臭いってどういうこと。どういうことやってんね。もっとチャラチャラしたのにしなさいよ。私たちを捨てた父が死んだ。肌違いの妹を残して。しずちゃん、鎌倉に来ない？え、一緒に暮らさない？4人で。お姉ちゃん着いたよ。今日からお世話になります。こっちこっち。どう？美味しい。でしょ。生しらすなんか他では食べられないからね。あの子は妹は妹だけど、あんたたちの家庭を壊した人の娘さんなんだからね。この家捨てて出て行ったのになんでわかんの？元はといえば、お父さんが女の人作ったのが原因じゃない？いい歳して子供みたいなこと言わないでよ。お母さんちゃんとやってるとこ見せたいだけでしょ。もうほとんど意地じゃん。私お父さんのことあんまり覚えてないんだよね。いつか聞かせてね、お父さんのこと。ごめんなさい。奥さんがいる人を好きになるなんてお母さんよくないよね。時々苦しくなるんだよね。私がいるだけで傷ついている人がいる。それぞれの思いを抱え、4人が本当の家族になるまでの1年間の物語。すずはここにいていいんだよ、ずっと。海町ダイアリー。